マルフィがここです。イタリア半島のちょうどスネのあたり、向こう図のあたりですね。拡大しますとこんなところですね。近くにはナポリが左の上ですね。ナポリとか、ソレントとか、あの皆さん馴染みのところにいますと。で割とあの山が多いんですけど、囲まれたところにポツンとあるとても小さな町です。ただ、まあ、映画のタイトルなんかにも、ね、なりまして 2,3 年前上映されてから人気があります。ちょっと字が食べちゃったんですけどね。でアマルフィの特徴はですね、客船用の港がないということ。だからということは大型な船では行けないんですね。じゃあどうするかというと、沖に停泊をしてテンダーボートという小船で乗船します。100人乗りぐらいの小船で行ったり来たりします。で町までがとても近いんですね。これが一つ重要なポイントなんです。徒歩1分で港から町の中心まで行けます。ドーモ広場というところまで1分ですね。対日感情がいいです。なぜかというと映画の撮影をしたからですね。2ヶ月ぐらいなんでしょうか、映画の撮影の間中、あの日本夜な夜なね、日本人とその現地の人との交流があったので、日本人というとあの映画の時はもう本当に俺たち仲良くやったんだよっていう話をどこの店行っても言われます。で見どころ一応3つ挙げました。これがあの船からでないとっていうね、先ほど言いました港から眺める朝のアマルフィです。これは陸路からナポリからバスで行ったって絶対見られないですね。船で行かない限り出会えない景色。それと2番目、丘の上から展望ポイントから見下ろすアマルフィの町、それから海で、3つ目が隣町の、ね、ポジターノというところなんですよね。こことの往復、大体この辺をあの私の、まあ、乗船長といいますか、おせっかいツアー、あの乗船スタッフによる寄港地観光で大体こんなところに行くんですけど、じゃあそれを、ようやくここで動画に入りますが、アマルフィの朝、目覚めて最初にすることは何でしょうか。これ僕は iPhone で撮ってきたんですよ。自分の部屋から最初にあの部屋のベランダに向かうドアを開けて街を見た瞬間、これは絶対船じゃなくて出会えない景色なんですね。で船にはね、こういう景色がたくさんあるんです。これ朝まだ早朝、下船の前ですね。あのジョギングをしている人がアマルフィの街を見ながらぐるぐる回って、でこれ船からのちょっと円形ですけどね、朝食をまずゆっくりアマルフィの街を眺めながら、さあその間に下船の準備が進んでいます。フェンダーボート約100人乗ります。これがどんどん降ろされて、準備が完了しますと、いわゆる下船になります。近いんですけどね、乗ってしまえばもう2分ぐらいで港からアマルフィ、船から港まで着きます。この景色を見ていただきたいですね。僕はナポリからローマから行ったんだと見られないですね。テンダーボートに乗りましてアマルフィの港に着きます。でこれから街の中に入っていきます。6、7、8、9月ぐらいはこういう景色です。港は海水浴客で、ね、溢れてますけどね。これ船から降りて今ドーモ広場、先ほど1分で着きますと言ったところまでちょっと早送りします。この辺からよくアマルフィっていうとね、ここの見上げた風景があのシンボルとして、町のシンボルとして出てきてると思うんですけどね。教会、これあの海から見えないんですよ。とても薄いので、これ正面だからはっきり見えず、薄いので、ね、横からと見えないんです。この教会、それからその、よく日本人が結婚式してます。これが町の目抜き通り、今の広場から終点まで2分ぐらい、ちっちゃい町です。さあどんなお土産があるのか、少しお土産屋さんを覗いてみましょう。この辺はちょっと買って帰るお土産なんですね。新鮮な野菜、パスタ、あとは、まあ、これ、ね、乾燥したあのズッキーニとか、ペペロンチーノとか、あのリキュールがとても多いです。レモン畑がとても多いんですけれど、あのレモンチェロというね、レモンの香りのするリキュール、食後酒ですね、こういうやつですね。オレンジだったりメロンだったり、いろんな香りのする、まあ、フルーツのリキュールがあの名産ですね。ちょっとこの
ちょっと妙な形のケーキ、レモンケーキ、これも大抵どこ あのお店に行ってもあります。じゃあ2番目の見どころの、展望ポイントまで歩いていきます。でこの歩いていく時の道をちょっと取ったんですけど、ここを果たして上がっていっていいんだろうかっていう道があるんですよ。で時にはね、本当に人の家にしか行かないといけないです。あ、これは確かにまずいなって引っ返すんですけど、あの上へ上へ行きますと、先ほどの展望ポイント、ちょうどこのパンフレットの表紙がそうなんですね。 このポイントに、これがマルフィなんですけど、これは私が全部撮った、あのこの中の写真は私全部撮ってますので、実際に私と一緒に行くとこの景色には全部出会えるという、そういう保証もついています。買い物はあくまで大変ですよ。これ途中で政治があったりするので笑ってますけどね、トイレットペーパーとかこういうものをもう車が通りませんから必ず手で持っていかないといけないし、ね、まさしくこの表紙のところに今立ちました。で船が沖に止まっています。こういう位置関係なんですね。この下は全部レモン畑です。これがアンマルフィ、とても小さい町なんですよね。あの名前としては有名なんですけど、なので隣のポジターノに行くんです。バスに乗って30分、バスのチケットをあのタバコ屋さん、タバッキーってね、タバコ屋さんで買いまして乗るんです。で30分間すごいスリリングな道を通って着くと、アンマルフィよりもはるかに垢抜けたポジターノという町があって、映画の舞台はね、実際こちらが多いです。見ると分かるんですけど、最後の映画の最後のシーンなんていうのはね、ここでやってますから、この海岸で、とても華やかな、ヨーロッパ人にとっての悲観地ですね。映画のラストシーンはこの辺りです。もしビデオをお持ちの方は、また見てみてください。でここはバスでも行けますけど、船でも行けるんです。割と簡単に30分、船の方が時間が正確です。バスよりも普通のちょっと逆かもしれませんけどね。ということでアマルフィを約5分間で今ご案内します。